はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。今回もですね、ウマ娘やっていこうかなというふうに思います。今回はですね、このイベントですね、君の夢へと走り出せですね、王の続き、エピソードの、続き見ていきたいなというふうに思います。今5話最初でございます。まあ、端っこかじってるだけでございますので、このままね進んでいこうかなというふうに思います。まあ、この、エピソード全8話ということでございまして、まあ、前回からやらせていただいているんですが、なんとね、このスペシャルウィークちゃんがでございますね、このトレセン学院に、転入してきたばかりでございまして、まあ最初はね、サイレンス鈴鹿さんと、まあ、鈴鹿さんと出会いから、まあ案内されて、で、校門の前に立ったら、まあここが、トレセン学院ですよって言われて、あまりの大きさに、気絶してしまって、みたいな、まあその次の日に朝目覚めて、みたいなで、学院じゃねえわ、その前にあれだ。生徒会長とか生徒会室行ったりとか、あとはそこにいるなんか東海帝王っていう女の子というか、まあ、馬娘に、まあ、いろんなところに学院を案内してもらったりとか、最後はなんか東京のレース場に行って G1 の、レース見たりみたいな、そんな感じでございます。で、その後日というか、その次の日に、まあ、普通にその学院として、まあ、授業がありのね、あの学院というか学校に通いながらと。まあ、そこで、ま、新たな友達とかもできて、みたいな感じでございました。まあ、そんな感じですね、前回はね。はい、ということで、5話続きやっていこうか。うん、で、まあ、その結果が得られなかった。その授業面でもトレーニング面でも全然結果出られなかった。まあ、それは初日だから仕方ないですねって、まあ、グラスさんとかに言われてたんだけども、でも自分ではやっぱ納得いかないところもあったのかなというふうに思われるので、こんな感じだと思われます。と、ログでね、おセリピしとこうか。はい、ということでやっていきます。じゃあ行きましょうか。はい、鈴鹿さんもいるね。てか体操着になってるってことは寝る前に体操着じゃないよね走っていくのかな。何なんだろう。 おかえりなさい、スペシャルウィークさん。わっ、ただいまですはい、今回ね、画面を最初から大きくしてるのでか、質は それなりにいいと思われるんですが、どうでしょうか。あれ、鈴鹿さん、そのシューズもしかしてランニングに行かれるんですか。ええ、日課なので。鈴鹿さんもね、何かしらがこうリハビリしてるような感じらしい。わかんないけど。そうだったんですか。私も行きたいですって言ったら、また一緒に走ってもらえるかな。今日寮に帰ってきたら勇気出して行ってみようかな。そしたらそんなこと言ってたな今朝の話か。そうだ、言おうと思ってたんだった、私も一緒にって。ちなみにですね、これイベント最終日、本当にもう終わり間近の時間帯に撮影しておりますとイベント全然できなかったわ本当に。でも今一緒に走ったって、私は楽しいかもしれないけど、鈴鹿さんにとっては何にもならないんじゃ。スペシャルウィークさん、あの、何か今日一日の結果を見て、なんかもう下向きになっちゃってるよね。すみません、なんでもないです。私、お夕飯食べてきますね。もう外は暗いですからお気をつけて。それでは。あ、いけない、もう出ないと。あ、スマホを取り出してる。鈴鹿、こんな時間からランニングに出る気か。あ、エアグルーヴさん、なんだっけ、寮長だっけ、寮長、あ、じゃあ生徒会副会長だ。相当遠い行くつもりはなくって、今から出れば門限にはちゃんと間に合うはずだし。なんかさ、馬娘ってまあ当たり前だけど、尻尾がこうね長いから、こうチラって画面外から出てくるのめちゃくちゃ可愛いんだよね。なんかめちゃくちゃそれが気になってさ、目で追っちゃうんだよな。私も同行する、構わんな。面倒見がいいのかな。いいの？しばらくの間走ることを禁じられていただろう。足がうずく気持ちはわからんでもない。ありがとう。
街明かりがゆらゆらしてる。昼間はもう暑いぐらいだけど、夜はまだまだ風が涼しいわ。ほうほうほう、あれ夏先ぐらいなんかな。夏入る前か。気持ちいい、本当に。一息入れよう、鈴鹿。足の調子は？違和感はないか？なんか唐突に取り出したよな、ペットボトルを。平気よ、もともと軽くひねっただけっていう診断だったから。しばらく走っちゃダメなんて措置が大げさなくらい。ああ、なんだ、なんかもっと深刻な話なのかと思ってたけど。いやでも軽くひねっただけでもちょっとあれか、走る人たちにとっては大変なことだよな。レース中の怪我を軽んじるわけにはいかんだろう。時には選手生命にさえ関わるのだからな。それはそうなのだけれど、とっても辛かったのよ、走れないのって。走っている子たちを見ると羨ましくって、気づいたらいつまでも眺めてしまっていたし。視線を感じるという不可解かつ曖昧な相談が生徒会によく来るようになった原因はお前だったのか。走る夢ばかり見るから、多分寝ている間に足を動かしてて、毎朝起きるたびに足元でお布団がくちゃくちゃになってたし。いい、なんか思ってたよりなんかおてんばなとこあるのかもしれないな。愉快な寝相をさらさずに済んだという意味では、同室相手の不在が良い方に働いたな。ぼんやりしてて授業中に刺されたとき、立ち上がってはい走ってきますって言っちゃったし。まず授業を聞け、鈴鹿。とにかくね、大変だったのよこの期間。まあそれはお前の走ることへの執着ぶりを考えれば想像に難くないがな。おかしな話よね。走りたくてこの学園に来て、走りたくてレースに出ているのに、そのせいで走れなくなるなんて。少し休みすぎたわね。門限までに戻れなくなっちゃう。行きましょう、レアグルーブ。ややフォームが乱れていたな、鈴鹿。少し考えてしまっていただけ。ただ走りたいだけならレースでなくともいいのではないか、などとか。おお、私はお前がトレセン学園に来たことには明確な意味があると思っているがな。意味？それって？いずれにしてもお前自身が答えを出すことだ、鈴鹿。体を冷やす、寮へ戻るとしよう。走るのが好き、ずっと一人で走ってきた。走って、その先でたどり着ける静かな景色を求めて。でもそれは一人で走っているだけでも叶えられるものなんじゃないの？じゃあ私どうしてこの学園でレースに？なるほど。なるほどね。自分でもちょっとわからなくなってきてんだな。走るならレースじゃなくてもいいじゃんみたいな。なるほど。じゃあ行きましょうか。6話、君の夢へと走り出せ。第6話、眠れない夜。そして、ごちそうさまです。あれ、スペシャルウィークさん、今日はもうおかわりしないんですか？ははそうなんだね、結構食べる派なんだね。ああはい、ご飯だけで。すみません、私お先に失礼しますね。いや、ご飯だけでって。普通に凄まじいけど、朝から。お母ちゃんって、うわー、ダメ、まだ転入したてなのにこんなんじゃ。スペシャルウィークさん、
お腹でも痛いのかしら。食事中に失礼、サイレンス鈴鹿。少しいいだろうか。アシンボリルドルフ、会長さんっすね。え？あ、はい。何でしょうか。実は今週末に予定されている模擬レースに関してまだ枠に空きがあってな。君は怪我によりしばらく実戦から離れていたと聞いている。感覚を取り戻す良い機会だと思い声をかけたのだが、どうだろうか。ほう、模擬レースへの出走ですか。そうですね、走れるのなら私は。おかしな話よね。走りたくてこの学園に来て、走りたくてレースに出ているのに、そのせいで走れなくなるなんて。どうした？もしやまだ本調子ではないのか。走れるならレースじゃなくてもいいっていうのかな。頭にあんのかもしんない。すみません、少し考える時間をください。そうか、承知した。無理にとは言わない。返答が決まり次第声をかけてくれ。それじゃあおやすみなさい、スペシャルウィークさん。はい、おやすみなさい、鈴鹿さん。明日になったらまた授業とトレーニング。明日こそついていけるかな。それとも走りたい気持ちはあるけれど、でも模擬レースに出てまた怪我でもしたら。それぞれの悩みを抱えながらっていうのがなんかね、学生生活してるって感じもあるけど。暇なんか楽しいことないかなと。あ、お、帝王っすね、僕っ子。潜入せくー。どう学園にはもう慣れたかな。あ、帝王さん。あれあれ、君なんか元気なくない。なるほどね、それでしょんぼりしてたんだ。厳しい場所だって覚悟はしてきたつもりだったんですが、想像以上でした。はあ、ふーん、なるほどなるほど。うん、うん、もったいない。うわ、もったいない、もったいないよ君。確かにトレセン学園は勉強もトレーニングもしないとだし、他の子たちも結構早いから大変って気持ちもわかるけど、でも君にとってのトレセン学園がそれだけになっちゃうのはもったいないよ。もったいないですか。もったいない。うん、だってさ、それじゃあ、うん、この学園の一番最高なとこ分かってないまんまじゃん。学園の一番最高なところ、だいたい帝王がいるんだよな。頑張ろうって思うときに、いや、背中を押すのに、ね、適した人間なのかもしれない。というわけで、ほらついてきて。え、あ、ちょっと帝王さん、ほらほら早くおいでよ。雲はあるがいい天気だ。ま、待ってください。あれ、なんだかこれデジャブ。紹介してくれた日と同じだな。おお、受け取り完了。おお、なんだなんだこれ。君の夢へと走り出せ第7話、唯一抜きん出て並ぶものなし、ということでやっていきましょう。うん、なんか再生容量が半端ないんだけど。まあそれでもファーっていくのいいね。帝王さん、どこまで行くんですか。あれ、あそこで走ってるのって。はー、
ああ、エルさん。クラスメートっすね。エルちゃん、すごい気迫。今日も暑いな、エルは。確か、君と同じクラスだったよね。君はさ、エルがどうして走ってるかって聞いたことある？どうしてですか？いえ、まだ。なるほどな。世界最強、その証明をするために走ってるんだって。ツインクルだけじゃない、海外のレースでも勝って自分の実力を証明するんだってさ。世界最強、そうだったんですか。エルちゃんすごい。目標高々というか、世界最強いいじゃん。エルだけじゃないよ。クラスもさ、すごいよね。すごいっていうか、あの子の場合は凄まじいって感じ。ブラスちゃんはどうして走っているんですか。はあ、頂点レースっていう道を歩むんなら、目指すべき場所はそれ以外ないってさ。シンプルだよね。おお、ちょ、考え方が結構あれなんだな。なんか おしとやかなイメージあるが、頂点取ること。世界最強に頂点。すごいよね、二人とも。目指すものがな。ま、世界最強だろうが頂点だろうが、勝って一番すごい馬娘になるのは僕だけどね。シンボリ・ルドルフ会長、わかるよね。トレセン学園の中でも随一って言われる馬娘さ。僕はあの会長みたいに一番すごい馬娘になるんだ。どんな子が相手でも負けない。僕こそが無敵の帝王様なんだから。無敵の、それが帝王さんの目指してるもの。帝王はいくつぐらいなのこれ。何年生ですかこれ。同い年か。もちろん口で言ってるだけならただの夢だけどさ、僕たちはトレセン学園の生徒なんだ。うん、この学園でトレーナーがつけばトゥインクルシリーズに出られる。いくつものレースの先には絶対僕たちの目指す場所がある。トレーナーってそんなにあの優秀な 人材なのこれ。へえ。僕たちもそろそろ走ろっか。軽装と行こうじゃないか、転入生くん。まあいろいろな気持ちを聞かされとは。軽装って、今からですか？私と帝王さんで？そう、今から。ほらほら、グズグズしない。レースだよ、レース。それでさ、教えてよ。君はさ、どうして走ってるの？どうしてこのトレセン学園に来たの？どうして私は夢じゃない。ううん、夢を本当にするために私これから走るんだ。じゃ、行くよ。よーい、スタート。いい感じに追ってくるじゃん、スピちゃん。でも抜かせないよ。はは、転入生くんから変わったんだ。帝王さん、早い。さっきも感じたプレッシャー、今はもっとビリビリくる。これが夢を本当にするっていう気持ちの強さなのかな。でもそれなら、うっと引き離したのに。帝王さん、私は日本一の馬娘になりに来ました。
夢を本当にできる場所がトレセン学園。そっか、そうだったんだ。さてと、どうだったスペちゃん。おお、なんだ、振り切った。はい、トレセン学園の最高なところ教えてくれてありがとうございます、帝王さん。そっか、イシシ。スタークリアと。お、第8話きっとここから、必ずここで。容量多いね。あ、もうこんな時間。スペシャルウィークさん、私そろそろ。よし、鈴鹿さん。ここ何、ラウンジ、ラウンジというかロビー的な、なんだこれ。後ろにインジンのクッション置いてあるんだが。いいね。はい、私も一緒に走りに行っていいですか。おお、なんかね、一番最初に見たスペシャルウィークって感じになってきてる。はい、え、よし、ストレッチ終わり、早速走りましょう。鈴鹿さん、二人いるんですし、やっぱり変装トレーニングですよね。レース本番みたいに気合い入れて走りますね。レース、鈴鹿さん、とりあえず左回り 1600m でいいですか。私準備しますね。あ、ええ、左回り右回りと。それじゃあ鈴鹿さん、行きますよ。よーい、スタート。うわぁ、鈴鹿さん、すごい逃げ。自分だけのコース、誰もいない視界、静かな足音、私の大好きなものたち。じゃあこれだけでいいのかな。一人で走っているだけで、どうしてレースに私。鈴鹿さん、私トレセン学園に来られて、こうやって鈴鹿さんと走ることができて嬉しいです。だから負けませんよ。なるほどな。この子、食らいついてくる。少しでも気を抜いたらまくられそう。でも、でも私だって譲らない。うわぁ、なんかいいな。学園来てる感じあるよね。スペちゃん悩んでたのにな、帝王さんと帝王と走ってさ、気持ち振り切って、まあその後鈴鹿さん悩んでるのがね、もしかしたら逆に、スペちゃんが逆にこう鈴鹿さんにね、こう気持ちをこう振り切らせたというか、なんかそういう連載よね。走っちゃいましたね。ええ、そうですね、いっぱいレースしちゃいました。ほいほいほい。鈴鹿さん、あの、どうかしました？そっち何かあるんですか？あ、いえ、ただ
鈴鹿です。あ、逃げ双方みたいなのあるんだよね。逃げと差しとなんだ追い込み、なんだっけ、先行か。全力で競って譲らないって、限界まで足を使った、その先これが戦闘の景色。勝利の美酒的な。思い出させてくれたんだわ、この子が。にしても鈴鹿さん本当に早かったです。私もっと鍛えないとですね。うん、気合い入りました。あの、はい、何でしょう鈴鹿さん。そのね、スペちゃんって呼んでもいい？はいはい、ぜひ。ほら、あ、エアグルーヴさん。二人ともこんな時間まで何をしている。門限はとうに過ぎているぞ。とっとと帰宅せよ駆け足。あ、なんか夕方っぽかったけど、そんな時間が経ってたの。はい。まったく世話の焼ける。お母ちゃんたち、学園生活は思っていたより大変でした。みんな早いし、授業も難しいし、忙しいし。でも私には絶対に叶えたい夢があります。だから大丈夫です。ここでお友達や先輩たちと一緒に頑張ります。それでいつか必ずデビューして、トゥインクルシリーズに出て夢を本当にしてみせます。待っててください、スペシャルウィークより。まあこれがで、まあ、育成につながってくって感じか。イベントストーリー第8話まで視聴しようということで終わったきっとここから必ずここでめちゃくちゃ良かったな。まあ、スペちゃんとか、まあ、いろんな、まあ、要はそのメインキャラクターたちの、まああれか、鈴鹿さんと、ね、スペちゃんの悩みみたいな。良かったなポイント見ては6万足りないんだ、6万が。ほんとね、申し訳ない。これはもう終わったんだよな。カード自体も終わったし。私はどんなトレーナーさんに出会えるのかな。トレーナーはあれなんだけど、ガチャ引けるがさ、ガチャ引く？俺ガチャ運めちゃくちゃなくてさ、3月18日か。サポートとさ、このどっち引きゃいいの？プリティダービーガチャ引いていい？これもう全然当たんねえの。全然当たんねえのよ本当にね。行くわ来てほしいね。なんか星さんというか、これまだスペシャルウィークしか持ってないからさ。虹色に輝いてほしい。まあ無理か、もうここでこうならなかったら無理なんだもんね。キングヘイズ、春うらら、春うらら、前のトップガン、春うらら、春うらら、グラスワンダー、待ちかね服着てる、待ちかね服着てる、あ、無敵の帝王伝説、ここからスタートだ。東海帝王、イエーイまあなんかその強さとかあるんだろうけど、まあでも俺持ってねえからさ、よかった春うららガチャになってるけど、前のトップガンも可愛い。これウォッカとさ、ウォッカとあのなんだっけ、ダイワスカーレット、マヤのトップがめちゃくちゃ好きなんだけど、はい、ありがとう。あ、帝王、無敵の帝王様、あ、さっき言ってたやつだ。
サポートもね、やっぱいるよね。俺全然持ってないしね。あの星さんの。あーねー、いや難しいわ。こうやって分けられるのはいいけどね、サポートか。はい、ということでですね、今回はなんだイベントが、この君への夢へと走り出せ。鈴鹿さんと一緒にお出かけすることになっちゃった。どこさ行けばいいべ。最後なんか友達感じになってたよね。スペちゃんって呼んでもいいみたいな感じになってましたけども、はい、ということでですね、今回ね、ここまでにしたいなというふうに思いますが、いやー楽しいね。今後イベントストーリーとか、まあ、イベントが追加されてるたびにやっていこうかなというふうに思います。まあメインストーリーの方もねちょっと見ていきたいし、まあまた育成とかもね見せられたらなって感じだけど、まあ、そんなにねなんかうまい育成というか見せられないと思うから因子が弱々なんだよね。もう因子のあのあれを理解できてないからさ本当にね、何も馬娘についてその知識がなさすぎるから、もうなんか育てられる、なんつうの、自分の育てられるペースでやってるというか、なんかもういいしこれつけようとか全然考えてなくてさ本当になんかもう弱々ばっかなんだけど、まあまあまあそれでもちょっと楽しいからね、 やれてるから、うん、まあいいかなというふうに思いましたが、というところで今回ね、まあ、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。